大分スポーツ公園は、大分県大分市にある県営の都市公園である。運動施設が充実した公園である。大分市のほぼ中央にある、丘陵地に位置し、県営都市公園の高尾山自然公園を含めて253ヘクタールの面積を有する。老朽化した大分市営陸上競技場に代わり、2002FIFA フフワールドカップや、第63回国民体育大会の会場として、 使用することを目的に建設されたもので、2001年3月15日に総合競技場が完成したのを皮切りに、順次、施設が整備されている。中心施設の大分スポーツ公園総合競技場は、2002FIFA ワールドカップの会場として使用され、J リーグ、大分トリニータのホームスタジアムでもある。また、2008年のチャレンジ、大分国体チャレンジ、 大分大会でも会、閉会式及び陸上競技の会場として使用された。施設管理は2001年の開園当初は大分県の外閣団体であった大分スポーパーク21がその後大分県の気候改革により同法人と同じく県の外閣団体だった大分県文化振興財団が統合された大分県文化スポーツ振興財団が行っていた。その後、 施設所有者の大分県が大分スポーツ公園の管理運営を民間の指定管理者に委任することに決定。公募の結果、自爆企業で広告代理店の株式会社大選が指定を受け、2006年4月1日から管理業務を財団から引き継いだ。隣接地には複合商業施設のパークプレイス大分、大分県立情報科学高等学校、 大分県運転免許センターなどがある。かっこないはネーミングライツ導入による故障。ありがとうございます。